ド偏見ボットクイズ。大丈夫か。なんだそれは。リボです。ママです。エリです。新井です。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。古川さんがね、引き続き休暇中ということで、今回から新井くんがゲストに来てくれてます。いつも編集ありがとう。ありがとう。よろしくお願いします。ド偏見ボットクイズ。またボットを持ってきたのか、君は。そうなんですよ。今回は見てない。これはちょっと知らないボット。知らないボット。例あげますね。冷凍チャーハンの温め時間、すべて嘘って書いてある。すごいな。ああ、まあわかるけども、確かにね。その時間通りにやるとちょっとあれまだ冷たいなみたいになるけども、途中でかき混ぜ必要になりますからね。国語教師、娘の自慢えぐいとかあります。いや、そうか、そうかな。偏見だから、偏見だから。いや、すごい偏見だけど、それはあなたの学校だけでは。みたいなことが書いてあるので、早押しで当ててください。待って待って、どこ当てるの？わかんない、わかんない。国語教師は当てる。国語教師当てるんだったら、かなりちょっとやばい気がするけど、大丈夫か。娘の自慢の可能性もあります。まあ、どっかは当てるのね。どっちもやべえ。まあ、でもなんとなくイメージ、そういうなんか、そういうイメージがある感じのものなんだね。あるんだよね、イメージは。いや、なんか書いてあることを、書いてあることを僕は言うんで。ド偏見ですけど。だってこう。我々がそのなんか回答のつもりですごい偏見を言ってしまう可能性。それあなただけですよって言われることをめちゃくちゃ言っちゃう可能性がありますよね。だいぶこれ回答にリスクが生じるじゃないですか。その予想してるだけだから地層入ってないという手でいけます。自分はそうは思ってないけど、こういう偏見の人はいるかもなと予想で言ってください。ぜひそういう。目で見てほしいね。別に我々の思想ではないですよ。ずっとこの出しておいても大きめに出しておいてほしい。常にね。この人たちの思想ではありませんって出しておいてほしい。怪しい答えがあった時はピンポーンって入れてもらいましょう。正解はプラス1点。後藤はお咎めなしですが2番好きとなっております。それでは早速やってみましょう。問題って言っていいのかな、問題なのかな、問題って言わないと我々の質が止まるじゃないですか。偏見、問題って言え。あ、問題。ほにゃほにゃほにゃやつ、大体169センチメートル。ももさん、身長170センチっていうやつ、大体169センチ。まあまあこれはわかる。そうね。思想は入ってないですよね。いや、経験談が入ってた。実体験だね。てか自分が158センチだったんですけど、160っていう嘘をめっちゃついてました。あ、本当に。じゃあこれ偏見じゃないかも。そうですね。しかもすぐバレてました。こんな感じです。やけどしないように。これなら、これはでもこれならだいぶわかりやすい。それじゃあ次の偏見です。親、ほにゃほにゃほにゃっていう家庭、ほとんど厳しい。後藤ペナルティないですよ。はい、エディ。うちはうち、よそはよそ。違います。あ、でもそういう感じのこと。あ、親が何か言っててってこと。なるほどなるほど。はい。うち本当ほったらかしなんでっていう家庭ほとんど厳しい。さすがに違うか。なんかいい感じよ。自由尊重してるんでっていう家庭。クソガキャー。それは厳しいよね。これは厳しい。偏見とかじゃなくて、もともと厳しい。偏見じゃない。もともと厳しい。偏見じゃなかった。言葉にするだけです。なんだろう。はい。うちの子なんかっていう家庭ほとんど厳しい。うち全然厳しくないんでっていう家庭ほとんど厳しい。おお。それはまた。ストレートだった。はい。よその家と比べるとうちなんか全然甘い方だっていう家庭、ほとんど厳しい。ああ、確かに。でもね、あるよね。甘い家庭は言わない。そもそも言わない。厳しい甘いの概念がある時点で結構厳しい。厳しめです。確かに。言われましたか。あ、うちは多分何にも親がそれを言ってるのは見たことないですね。うちの子本当だらしなくてそうやなって思ってたけど。ではいきます。第3問。陰キャの口癖、ほにゃほにゃ。いやいや、あれあれ、いけるいける。無数にあるだろこんな。無数にある無数にある。じゃいけるって。じゃ無数を上げていこうか。はい。ね。やばいゲームだ。なんかね、わかるでこれ。何が？口癖ね。わかるわかる。ゴトペナルティありませんよ。さあ貼った貼った。これあれくん。大人数いるところで、今何人いるかなって数え始める。やばい、急に何も浮かばなくなった。さあ、どうだどうだ。あったあった。これ、この問題出した後、口走りました。えこさんが。ここまでの間に。ここまでの間に。はったはった。バシったとこじゃなかったよね。やばすぎる。なんか言ってたから、はったはったしか。そこから解けなくても、それぐらい普通に言っちゃうってことです。ああ、なるほど。はい。別に罪悪感ない。いいですね。いいですね。いいですね。多いですか？なるほど。あ、めっちゃ分かってる。めっちゃぽかったっていうのもちょっとしそ入っちゃうのダメだ。枕言葉よりです。だからみたいな。なんか。おお、言った。マジで。あ、言った。ギャルじゃん。なんか今日みたいな。陰キャの口癖、なんか。はい。ああ、確かに。僕もよく言うそれは。はい。なんかでした。フィラーとしてよく言ってしまうなんか。うわあ、もう今日の収録中ずっと言動気をつけちゃう。なんかって言ったら。言ったら。嫌な集団もう来たくなくなっちゃうから。次の変形です。はい。彼女いるか聞かれて、ご想像にお任せしますっていうほにゃほにゃ、やや外れ。下五腹立つ。どんな人かってことなんでしょう。そうですね。言う男みたいな。そう。まあじゃあ男ならまあ確定かなほぼ。なんでどんな彼女いるのって聞かれているところが想像できるわ。シチュエーションがまず結構限られますよね。ご想像にお任せしますっていう大学の先輩やや外れ。ああ。ありますよね。まあなんとなくわかります。いいよ。そういうところですよね。いい年代多分そう。おお。ご想像にお任せしますっていう黒髪マッシュやや外れ。大丈夫か？大丈夫か？青髪からの偏見できたぞ。ピンポン入ってるピンポン。はい。ああなるほど確かにそういう絞り方はある。それくらい。だからあれか大学の先輩ぐらいの年代の男性も食べればいいんですよ。はいそうです。バイトリーダー。ああ、めっちゃ怖い。いや、頭ってきましたね。そうです、来たね。いるでしょう、そういうやつ。さあ、まあ、大学生なんだろうなとは、僕も思いますね。はい。あ、大学生という言葉ではないですが、裏に大学生であることが示されています。サークルの部長。おいですね。大学でしょ。聞かれてる場所は大学じゃないんで、そのバイトリーダーみたいなのが超いいですね。でしょ？バイトとかめっちゃ大学生がやってることって大学とバイトしかない。結構特殊な大学生かなとは思いますけどね。特殊な大学生。はい。特殊な大学生ではご想像にお任せしますっていうデジタルハリウッド大学。ご想像にお任せしますっていう東大生やや外れ。当たりがいっぱいいる中で。あ、確かに。なんか。そうね、まあいいんだけどね、言ってもね。もうフォロー遅いっす。もう無理っす。ダメ？もう無理っす。特殊な単語入るかな。特殊な単語入ります。ご想像にお任せしますっていう塾のチューターやや外れ。めっちゃ惜しい。なんかもう当たっててもおかしくない。でもなんか教育実習生。確かに。確かにもうなんかえ、偏見に納得できる。いやいや、まあ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 という。外れっていうのはその子供目線で、そうだね。みんなで絞っていった。頑張って協力して近づいていった。すごい。いけるわ。でもいけんだ。これなんかそのいけることによってボットのその価値高めてんのなんかすごい悔しい。次の偏見です。普段受けないやつ。ほにゃ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 すると。ほにゃほにゃほにゃ。ちょっと長いよ。長いな。はい。普段受けないやつ。普段受けないやつ。はい。普段受けないやつ、最新の M1 の真似をするとちょっと受けていい気になりがち。だいぶ偏見。具体的だよね。それくらいのね、長さもありそうなんでね。はいはいはい。普段受けないやつ。ほにゃほにゃほにゃするとほにゃ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 、まあ確かになーって、普段受けないやつがしそうなことがまず1個の偏見としてあって、なおかつどうなるかですよね。でもシンプルに言うと、普段受けないやつ、たまに受けると調子に乗ってギャグ連発しがち。おーすげー。あー嘘でしょ。はい、偏見。でも嬉しくなっちゃうじゃんね。普段受けないやつ、ちょっと話したネタがウケるとそのネタしばらく使い回し続ける。同じことね。まあわかるけども。わかるよ。心当たりある。俺もあるわ。演者として正しい姿勢で。俺もやりますね。俺麻雀配信やるとき、何三局ラスマイ発出所って一生言ってます。まず受けてるんですか？受けてないです。受けてないの。受けてないです。一生言ってます。俺だけが。流行らせたい人だ。はい。じゃあいきます。次の偏見です。ほにゃほにゃのほにゃほにゃ。全部高級って書いてある。いやでもこれわかるな。俺高級。これ誰も傷つけてない。すげえな。高級。マンガリッツァの豚。イボの糸。かもしれん。イボの糸書いてない。イボと糸で俺分けない。多分分けない。確かに。全部高級って書いてある。ワインコーナーの近くのピスタチオ。いいね。でもこれも片っぽ当たればほぼ出るんで、こっちだけでも全然 OK です。こっちが出ればもうほぼ正解です。後ろだけ出れば。高級なものに。最近のマスカット。確かに。ね。そうね。食べ物ではございません。あ、食べ物じゃない。高級なものね。ドンキの財布コーナー。ああ、そうか。書いてあるイメージありますけどね。それだとここだけじゃ無理。確かに最高ドンキが必要ですもんね。いや学校で使うのかな。学校以外でももちろん使うんですけど、学校で使うのかなっていう感じですね。一番使うのは。学校とかで使う。学校で使うかな。毛筆の筆。おお、めっちゃぽい。書道の半紙。ありがとう。確かに。ありがとう。絶対書いてあるもん。やるもん。安もんやろあんなの。安もんやろだ。いやでもね、違うの書き心地が。でも全部高級って書いてあるから結局よくわかんない。次の偏見です。はい。ほにゃ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 。何の意味もない。いやー、こんなの何入れたっていいだろう。何入れたっていい。フード何の意味もない。まあかぶらんね。確かに。あんまかぶらんね。これあってよかったなって思うことないなって。小雨の時ぐらいだね。可愛いから。思ってるやつですよ。私はこれを持ってます。自分が持ってるやつ。むしろ。カラオケの最後に出てくる消費カロリー何の意味もない。ないね。ないね。どうせポテトとか食うし。ないなあれ。スズメの涙すぎますからね。メロンジュースでかき消されるよ。メロンソーダのからも出ますね。クリームソーダのさくらんぼ。可愛いぐらい。人によっては食べるんやって。そうか。邪魔やけど。はい。高輪ゲートウェイ駅。降りたことない。降りたできたけどさ。ね、降りたことないわ。ないね。確かに。そうですね。暫定開業から通常開業になりますからね。そうやな。じゃあちょっと絞りますか。あ、ちょっとジャンルだけでもちょっと欲しいね。学校です。ああ、学校あるあるみたいな。学校ですね。学校あるあるです。これは。わかりました。はい。道徳の授業。やった。やった。これはやっただろ。え？いやいや。意味ありますかあんなの。あんなの意味ありますか。あるよ。あの時間に。あると思いますよ。意味ありますか。あったと言っといた方が安心です。そうですか。はい。わかりました。これはない。やばいやばい。ひどいよ。半分がないと思ってる団体やばいって。やばい。黒板を写す作業、何の意味もない。えぐっ。喋ればいいんや、喋ればね。ああ、確かに今の時代あるもんね。確かに。あ、それかノートなんかも教科書に書いた方がやっぱ記憶に残りますよ。書いた方が。結構えぐいって。結構えぐいって。私の考えじゃないから。そうですね。はい。そうだよ。副担任。いいね。俺それ思ったんだよね。違うけどね、いいね。副担任意味なくない？副担任いいね。確かにその学級単位ではあります。その学校単位じゃあんまりない。学級単位？個人単位でもない。学級ぐらいの単位ですねこれ。道徳が雰囲気近いな。やばすぎるな。何学校なの？小学校が高校でも結構変わる気がする。おそらく小学校。小学校ね。小学校なんだ。小学校な気します。はい。給食を残してはいけませんという決まり、何の意味もない。おお。栄養バランスなんか家で取ればいいんや。そうだ。そうだ。しかし違います。はい。社会科室、何の意味もない。いらない。社会科室はいらない。理科室よりはいらないから。いらん。道徳と同じぐらいのこうふわっとさです。はい。いける。いけ。帰りの会何の意味もない。いい。ない。あんなもんないよ。はっきり言って意味ない。それぐらい。雰囲気そんぐらいか。帰りの会はいるんじゃない？めっちゃいい。帰りの会がやばい、ちょっとズボって。あったね、帰りの会でも。なんだそれ。よし、はい。PTA 何の意味もない。攻め込みました。やばい。ないんだけど。肯定しちゃダメ。あるから。ありますか。はい。家族がね、教育関係なんでね、あんまり強く言えない。そこだけなんですよね。道徳じみている。道徳じみていますね。道徳じゃないくてもまああることあるんでしょうけど。音読何の意味もない。ああ、いやありますよ。だってさ、人が言った時だけ。いや絶対先に読んでもパンって閉じてないから。まあ音読は本当はありますよ。音読できないとね、そのクイズも出せないじゃないですか。で読む練習、やっぱクイズ出すにも、まあ実況するにも読む練習は大事なので、はい必要なんですよ。と私は思っております。声を大にして言いたい。そうですよね。で人の気持ちこう思ってるかもしれないと思って潰しただけですから。そうです。昔の私は思ってました。小学校1年生の私は思ってました。これ目で読んだ方が早くない？クラスという文言が入ります。クラスという文言が入ります。クラス。もうさ昔すぎてあんまり覚えてない。クラス委員何の意味もない。いろいろね仕事はあるんですよ。いろいろクラス委員は結構クラス委員は結構あるんですよね。だから個人じゃないんですね。全体。あ、そうか。全体。黒板の上とかに貼ってあるクラスのスローガン何の意味もない。いいでしょう。あったわ確かに。ありますよね。クラス目標確かに何の意味もない。ああ確かにね、あれ達成したかどうか全く気にしたことないよね。確かにね、自分一人でどうにかなるもんでもないし、誰が判定するものでもないですからね。あれもあったわ、給食残さない月間とかありました。憤ってた。体格差を考えろと思ってたね。問題以上です。新井君1点、AT2 点、ももさん4点でももさん優勝。やったー。偏見クイーンももさんね、自分の思想を叫んでおりましたけども、どうでしたか？いや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 、私はクイズとして義務を果たしたまでなので、はい、私の個人的な思想はほとんど入っておりません。ほとんどね、はい、うん、入ってるやつは正直に言ってました。そうですね。うん、まあね、いろんな人の気持ちが分かるというのはね、今後の人生に役立つと思いますので、偏見クイーンと言われましたが、素直に喜ぼうと思います。どうだったですか？まあ学校のね、いらないものをたくさん言えてる時間がねあって、ちょっとそれは楽しかったなと思いました、ね、我々も30年前とかだからさ。あれくんだったでしょう。はい、最後ねギリギリ当てられたんでなんとかよかったんですけど、あれなかったら本当にずっと強めの発言してた人なんです。これはね損だけで終わるところだったね。なんとか聞いてくれてよかったね。うちに来てね損だけして帰る。はい、面白かったという方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。以上、本日カプリティオでした。高評価、チャンネル登録、X のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。